カリブラはドイツの自動車メーカーであるオペルが1989年から1997年まで生産・販売したスペシャルティカーである。イギリスではボックスホールカリブラとして1999年まで販売された。スペシャリティクーペという位置づけで1989年6月10日に登場。4WD モデルは1990年11月に 日本発売は1994年から、ベクトラ A をベースに開発され、基本的なメカニズムはベクトラと同じ。ボディは CD 値が0.26という、当時世界で最も優れた空力性能を持った量産車だった。1999年にホンダインサイト、アウディ A2 が CD 値0.25を叩き出すまで、その空力性能を超える車は存在しなかった。また、 クーペとしては居住性も高く、6、4分割可動式シートバッグを採用し、ラゲッジスペースの容量を拡大。高い実用性も持たせた設計がなされている。エンジンは2.0リットル時価4のサイチェシー、DOHC、駆動方式は FF、ビスカスカップリング式フルタイム 4WD をそれぞれ選択できた。1991年のマイナーチェンジでは、2.0。 ルドイチェシーエンジンをベースに、独 KKK 車線、インタークーラー式ターボチャージャーによって 204PS5600rpm を発生するエンジンと、独ゲトラグ車線6速 MT を搭載し 4WD で駆動するターボが、1994年には 170PS を発生するエコテック V6DOHC がそれぞれ追加された。日本導入モデルは、 16V とターボの2つ。ただしターボは1994年と1995年の2年間のみの輸入であった。ターボはエキゾーストパイプとタービンハウジングを一体化することにより熱効率の向上と軽量化を同時に達成している。またタービンハウジングにはウォータージャケットを備えるとともに空冷式、オイルクーラーも備え冷却効率を高めている。 フルタイム 4WD はビスカスカップリング式。センターデフの直後には電磁式タバンクラッチが備えられており、時速 25km 以上からのブレーキング時にリアへの駆動力を遮断することにより、ボッシュ 4CH4 センサー式 ABS の作動を妨げないようになっている。サスペンションはフロントがストラット、リアがセミトレーリングアーム式を採用。 オメガに採用されているのと同じ DSA サスペンションを搭載。ブレーキはフロントがベンチレーテッドディスク、リアはディスク。ターボのタイヤサイズは205、50ZR16。6J ホイールの PCD は 110mm で合決。オフセット 49mm。日本導入モデルにはエアバッグと ABS、イモビライザーが標準装備され、オプションには レザーシートとサンルーフを用意した。1995年モデル以降はホワイトメータとなりセンターコンソールに電圧計と油圧計が装着。1997年に生産終了。DTM 仕様のカリブラドイツツーリングカー。選手権へはカリブラをベースにしたツーリングカーで1994年により本格参戦。チーム運営は様子とエンジン開発には コスワースが担当した。1995年までのマシンには市販車に乗せられた54度自然吸気 2.5LV6 エンジンを搭載。1996年からは、イスズビッグホーンの OEM 車であったオッペルモントレーに積まれていたバンク角90度のイスズ 6VD1 エンジンに変更し 500PS 前後を発生。ドライバーには、元イ1ドライバーのケケロズベルグや、 JJ レートなどを選んだ。1995年以降のマシンには、第一のコンストラクター、ウィリアムズも開発に参加し、戦闘力もアップした。1995年には、クラウス・ルートビッヒがドライブするマシンがシリーズ3位。翌年には、マヌエル・ロイターがドライブするマシンがシリーズタイトルを獲得した。ありがとうございます。